してここからは私のダイアリー3時の目安です。今日の一枚はこちらです。はい、はい、女子会で熟成肉ということで、まあ、女子会をするときにですね、ちょっと待ってください。今 の何ですか。お肉は大好きですよ。ね、そうなんですよ、ね。まあ、今回もまさに何食べたい何食べたいということでみんなお肉というふうにもう揃って答えが出ましたので、熟成肉なんですけれども、まあね、熟成肉っていうのも本当に定着してきましたよね。本当ですね。これはおいくらぐらい、おいくらぐらい、おいくらぐらいでしたかね。ちょっと忘れましたけど。またですね。忘れましたけども、はい、でもなんか今回は50何日熟成してますよとかいう話を聞くとなんか、はい、あ、お肉も熟成されているけどもどんどん私たち自身も熟成されていくんだねっていう話とかも出たりして、ちょっといろんな話に発展してきました。熟成からもね、熟女に向けてという熟女に向けて森さんいかがですか。やっぱこういうお高い肉を食べて熟女に向けて頑張りたいと思いましたね。素敵な熟女になりたいですよ。イタルさんがすごい。いやいや、ここはね、僕らは最後は、まあ、ノーコメントしてないと愛に乗るとやっぱりあれですからね。以上本日の3時の目安でした。